お寺さんに贈った市松人形市松人形ものなんだけど過去に1体だけお寺さんに贈った市松がある柵の割に安価で自分はホクホクしながら買ったんだけどお約束通りその日から妙な現象が帰宅時部屋の中から女性の笑い声が聞こえたり東方、一人暮らし 化粧品が置いた覚えのないところまで移動していたり、男性と携帯で話していると、誰か来てるのと聞かれたり、今でこそさらっと書いているけれど、当時は恐怖で死にそうだった。それでも人形を手放さなかったのは、半ば以上。市松人形の怪奇現象なんて、そんなベタな話、市松物として認めるもんか。と。でも、数日後に、 親戚、ほとんど先祖の百回帰。デボ大事に行ったとき、住職に呼び出されて、何かひどく困ってませんかと聞かれて、思わず泣き出してしまった。事情を説明して、後日人形を宅配で送って供養してもらった。で、この間、悲願の時に、墓参りで似顔を出したら、よくあんなものと暮らしてましたねって、笑顔で言われてしまった。 どんなものだったかは教えてくれなかった。教えるとまた縁ができてしまって、私のところに戻ってきてしまうからだと。お買い得だからといって、何でもかんでも買ってしまうのは良くないんだと実感した経験でした。